小さい頃の私は一言に言うとおてんば。おてんばで怪我をすごいして、もう木登りとかかけっことかあと絶対危険だろっていうのを挑戦するのが大好きで、階段を上からこうジャンプして何段飛べたとか、木登りどこまで高く登れたとか、そういうの競ったりしているのが大好き で、幼馴染の男の子とかももうやんちゃだったので、男子に混じってチャンバラごっことかやっている子でした。男の子っぽい。でも幼稚園の時とかはすごい女の子っぽかったんですよ。そしたらなんかそれ女の子っぽいって同じ幼稚園通ってた女の子に言われて、それから急に男の子っぽくなって、青が好きになったり、ウサギが、女の子はウサギが好きだからウサギを嫌いになったり、なんかそんな感じだったんですけど、中学校ぐらいに上がったらやっぱそのもともと持っていたのが復活して、ピンクとかも大好きになって、ウサギも今飼ってるって感じです。ミミちゃんベタなの。耳がこうなってるウサギちゃんなんです。普通にスカウトで入りました。スカウトをされたことがなくて、全然都内に遊びに来なかったので、あ、これがスカウトかって思って、まあ、時間もあるからお話でも聞いてみようかと思ったらこんなことになりました。今でも覚えてるんですけど、4月11日で白金のホテルで撮影したんですけど、その時に初めてビキニを着たんですよ。ビキニは着てたんですけど、短パンを履いたっていうのではプライベートではそんなことはあったんですけど、それを脱いでっていうのは人に見せるのは初めてだったので、最初緊張するかなって思ったんですけど、全然緊張しなくて、初めてメイクもされるんですけど、全然なんかへっちゃらで、気づいたら目標のポーズとかやってましたね。多分促されたんだろうけど、だけどすごい今見ても全然恥じない写真ですね。グラビアは、まあ、とりあえず女の子が持っている魅力を一番出せるお仕事だと思います。その人の魅力をなんか体から全体になんか出せる、そしてそれを見て幸せになる男子も女子もいると思います。オフはすごい極端なんですけど、一歩も家から出ない日は本当出ないでずっとテレビを見てて、で出る日はもう出たんならとことん遊ぶぞっていう気分になるタイプなので、家にいるか友達と遊んでカラオケ行ったり買い物したりするどっちかなタイプです。あんまり人がいなくて二人っきりになれるようなところがいいですね。ドライブとかで海に行ったり、夜景を見たり、そんな感じです。綺麗だね、そうだねみたいな。同じぐらいにデビューした子が活躍してるの見るとやっぱ悔しかったりもするし、それを見て逆に、ああ私ならこうなれるとか、そういうのも思ったりしたんで、まあ、初心も忘れちゃいけないとかいろいろ考えさせられたし、客観的に見ることもできたんで
良かったと思うんですけど、今の私はなんかのんびりゆっくり自分のペースっていうのができたかなって思います。なんかいろいろ経験して多分ちょっと自分自身大きくなったのかなと、まあその分年も何個か取りましたけど。取れてる？バッチリ取れてます。わーい、ユッキーです。少しカメラの方に撮れます。これお腹のセクシーショットが撮れるんじゃん。あ、見えるかも。マイクがある。一番川村村村エコユキー、ムラムラ言うじゃん。えいあー、なんか簡単だったな。この格好は私服？私服です。ちょっとこの夏に着ようと。ここら辺可愛いんですよ、刺繍で。普段はやっぱこんな肌を出したりしないので、こういうところでがっつりと出そうかと思って。紐セクシー可愛いでしょ。自分で言っちゃってるけどね。なんかちょっとパワーもらってる感じですよね。ね、木の妖精の私ですとか言っちゃってビシビシ。えい。決まった。なってる？なってる？いいだろう、いいだろう。あったかいな。犬の気持ち。あーでも美味しい。なんか食べてばっかりだ。ダメだ、来る前にあんま食べないように誓ってきたのに。やっと晴れた。私この毛並み好きなのよね。なんとも言えない癒し系なの。この毛をほっぺにくるん。あー、いいですね。ありがとうございます。イエイエイ。明日は晴れるでしょうか。でも今かこの感じだからなんか明日晴れそう。っていうかこれ映ってる？ついに河村ゆきえのビーチエンジェルズ終わってしまいました。いやー、このハワイ島に来てコナの街を歩いたり、ハワイの海暑かったけどすごい楽しかったですね。あとはマグマだ、マグマ。マグマがすごかった。マグマを見るためにヘリコプターに乗ったんですけど、それも初めての体験だったし、とりあえず初めてのことが今回多かったので、すごい感動とびっくりとすごいいっぱい混じってました。もう本当に楽しめたので、とっても